こんにちは。今日の講義は書籍プリンセスマーケティング女性の購買意欲をかきたてる7つの大原則です。この本は女性の購買心理を理解し、商品やサービスを即決で購入してもらうためのマーケティング手法を解説しています。女性プリンセスという考え方をもとに、女性の購買行動を物語として捉え、7つの大原則に基づいて説明しています。まずこの本がどんな内容かを簡単に説明します。著者は女性が商品やサービスを購入する際の心理的なプロセスを、主人公が新しい冒険に旅立つ物語として捉えています。この物語の中で女性の購買心理や行動をプリンセスストーリーとして解説し、具体的なマーケティング手法を紹介しています。女性の購買心理に焦点を当てていますが、男性向けのマーケティングにも応用できる内容となっています。次に本書の構成について詳しく解説します。本書は7つの大原則に基づいて構成されています。第1の大原則は、女性と男性では求めているストーリーが違うです。男性はヒーローが名誉や財宝を勝ち取る物語に感動しますが、女性は自己充足や自分らしさを取り戻す物語に感情移入します。これを理解することで女性に響くストーリーを作ることができます。第2の大原則は、女性と男性では登場人物の設定が違うです。女性の物語では感情を共有する仲間や自己発見の旅をサポートする人物が重要な役割を果たします。男性の物語とは異なり、女性の物語では感情の共有が重視されます。第3の大原則は、女性と男性では主人公のモチベーションが違うです。男性のモチベーションは外部からの評価や成功にありますが、女性のモチベーションは自己満足や自己実現にあります。これを理解することで女性に対するアプローチが変わってきます。第4の大原則は、女性と男性では意思決定の中身が違うです。男性は論理的な理由やデータに基づいて意思決定をしますが、女性は感情や直感に基づいて意思決定をします。これを踏まえて女性に対する情報提供の方法を工夫する必要があります。第5の大原則は、女性と男性では何を信じるかが違うです。男性は実績や権威を重視しますが、女性は共感や信頼関係を重視します。これに基づいて女性に信頼されるようなコミュニケーションを取ることが重要です。第6の大原則は、女性と男性では関係性の築き方が違うです。男性は競争や勝利を通じて関係を築きますが、女性は協力や共感を通じて関係を築きます。これを理解することで女性との関係を深める方法が見えてきます。最後の第7の大原則は、女性と男性では未来の見せ方が違うです。男性は具体的な目標や成果を重視しますが、女性は理想的な未来や自己実現を重視します。これを踏まえて女性に対するビジョンの提示方法を工夫することが求められます。このように本書は女性の購買心理を深く理解し、それに基づいてマーケティング戦略を立てるための具体的な手法を提供しています。これらの原則を理解し実践することで女性の購買意欲を効果的に引き出すことができるでしょう。本書の魅力は抽象的な理論だけでなく、具体的な実践方法が豊富に紹介されている点にあります。例えばどのような言葉遣いや表現が女性に響くのか、具体的な例を挙げて説明しています。これにより読者はすぐに自分のビジネスに取り入れることができるでしょう。また著者は多くの女性にインタビューを行い、リアルな声を集めています。これにより理論だけでなく実際の女性の購買行動や心理を深く理解することができます。これらのインタビューは実際のマーケティング戦略を立てる際に非常に参考になります。さらに著者はセールスコピーライターとしての経験を生かし、効果的なコピーの書き方についても詳しく解説しています。どのような言葉を使えば女性の心に響くのか、どのように情報を伝えれば効果的なのか、具体的なテクニックを学ぶことができます。これにより読者は自分のメッセージをより効果的に伝えることができるでしょう。本書ではマーケティングや商品企画、販売促進の現場で役立つ具体的なアドバイスが満載です。例えば
商品のパッケージデザインや広告の作り方、SNS でのコミュニケーション方法など、実際のビジネスシーンで即座に活用できる情報が豊富に含まれています。これにより、読者は自分のビジネスをより効果的に展開するための具体的な手法を学ぶことができます。また、本書は女性向けの商品やサービスを扱うアフィリエーターにも非常に役立ちます。女性の購買心理を理解し、それに基づいたマーケティング戦略を立てることで、より多くの女性に商品やサービスを購入してもらうことができるでしょう。これにより、アフィリエイトの成果を大幅に向上させることができます。さらに、本書は男性向けの商品やサービスを扱う企業にも役立ちます。女性の購買心理を理解することで、男性向けの商品やサービスのマーケティング戦略にも応用することができます。これにより、より広範な顧客層にアプローチすることができ、ビジネスの成長を促進することができるでしょう。本書は単なるマーケティングの指南書ではなく、女性の心理や行動を深く理解するための一冊です。これにより、読者は女性とのコミュニケーションをより深く、より効果的に行うことができるようになります。これはビジネスだけでなく、日常生活においても非常に有益なスキルとなるでしょう。以上のように、プリンセスマーケティング、女性の購買意欲をかきたてる7つの大原則は、女性の購買心理を深く理解し、それに基づいた具体的なマーケティング手法を学ぶための非常に有用な一冊です。この本を通じて、女性の購買意欲を効果的に引き出すための具体的な方法を学び、ビジネスの成功を目指しましょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康的な体と心があってこそ、私たちは日々の活動を充実させることができるからです。ライズアップ結果にコミットプライベートジムは、その理念に基づき、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。ライズアップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを特徴としています。各個人に合わせたプログラムを作成し、トレーナーが徹底的にサポートします。これにより、これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人々にも最適な選択肢となっています。食生活の管理やメンタル面のサポートも含め、全身的な健康管理をサポートします。また、ライズアップの特徴として、30日間無条件全額返金保証があります。これは、顧客満足度を重視し、成果が出なかった場合でも安心して利用できる保証制度です。1日50分、週に2回のトレーニングで、無理のないペースで健康的に体を鍛えることができます。さらに、無料カウンセリングも提供され、初めての方でも安心して始めることができます。プライベートな空間で行われるトレーニングは、個々のプライバシーを守りながら集中して取り組むことができる環境を提供します。この完全個室の設備は、利用者に快適で集中できる空間を提供し、効果的なトレーニングを支援します。ライズアップ結果にコミットプライベートジムのプログラムは、無理なく続けられることを目指しています。食事制限をせずに、食べられるダイエットを実現し、健康的に痩せることができる点も大きな魅力です。そして、理想の体を手に入れた後も、リバウンドしにくい体づくりをサポートします。このジムは、テレビ CM 結果にコミットする、で広く知られ、その成果に自信を持っています。ダイエットだけでなく、健康管理全般に焦点を当てたサービスとして、多くの人々に支持されています。ライズアップは、個々のニーズに合わせたカスタマイズされたサポートを提供し、ユーザーが長期的な健康と幸福を追求できるようサポートします。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。